それでは、1320回目のロトシックスの一口予想をしてみたいと思います。まず、過去100回のデミヘを見て、軸数字を3つ絞っていきます。今回は、そうですね、7、29、39でいきたいと思います。そして、予想ツールを立ち上げて、 軸数字に選んだ7、29、39を選択します対象にする軸戦回数は今回は直近の90回でいきたいと思いますボーナス数字は含めないの設定できますそして予想するボタンをタップすると7、 または29または39と相性のいい数字が出てきます。今回は一口予想ということで、7、29、39、15、11、36で購入したいと思います。